弊社は創業35年の住宅関係をメインにしている運送会社です。社員がやっぱりこう働きやすい環境を一番気をつけてます。やっぱこの運送業界ってなかなか評価されない、まあ、当たり前だみたいに思われるところもあるし、だけどやっぱり見てる人は見てるので、そういったところを逆に会社としてみんなにもっと伝えてあげれば、誇りを持ってやりがいがあっていう仕事になるのかなっていうふうには思ってますね。住む人が喜んでもらえるようなものを運んでるっていう、そういったイメージを持ちながらモチベーションが上がってくれるような仕事をしてくれるっていうことが、やっぱり荷主さんのためであったりお客さんのためであったり、この仕事はもうこういうものなんだじゃなくて、やっぱやってる仕事に対してプライドを持ってもらいたいし、いや他にはできないっていうのも感じてほしいんですよね。この会社は結構社長が身近にいてくれて話もしやすいですし、大工さんにはすごい助かったって言ってもらえたりとか、そういうのありますね。住宅会社さんが私どものお客さんなんですよ。だから住宅会社さんにとって私どもの会社の代表として現場に商品を届けるということになるので、そういう意味では大松さんは身だしなみとか言葉遣いとかね、その一つ一つが私どものマニュアルに沿ってお客様に商品を届けていただいているので、私どもにとってはお客様の信用をいただいているというふうにつながっています。頼まれた人のために仕事ってあるもので、そういう人たちがやっぱりいるっていうことは会社としても存続意義はあるのかなっていう部分もあるので、そういう人たちがいる限りは一生懸命頑張りたいなっていうふうに思ってます。